赤池信明は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、内閣府副大臣。衆議院議員、山梨県専修学校各種学校協会会長、明治大学政治経済学部客員教授、自由民主党副幹事長、文部科学大臣政務官、参議院文教科学委員長、自由民主党文部科学部会長などを務めた。山梨県甲府市生まれ。 山梨県立甲府第一高等学校、明治大学政治経済学部政治学科卒業。明治大学在学中は郵便部に所属し、全関東学生、郵便連盟中央執行委員長を務めた。大学卒業後、松下政経塾に入塾した。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、山梨県全県区から無所属で出馬したが、 得票数7位で落選。その後、新政党山梨県連幹事長を経て、1994年に決闘した新進党に入党し、1995年の第17回参議院議員通常選挙に山梨県選挙区から出馬したが、非自民票が赤池民主改革連合現職の磯村治に割れ、自由民主党の中島正人が当選した。2000年、 第42回衆議院議員総選挙に無所属で、山梨1区から出馬したが、民主党前職の小沢栄人、自由民主党前職の中尾英一の後人を廃止、落選。落選後は赤池総合研究所を設立し、代表を務める傍ら、2000年8月より、学校法人日本航空学園に勤務し、同学園が要する日本航空、総合専門学校の学校長を務めた。 2005年、第44回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で5年ぶりに山梨一区から出馬。5年前も敗れた民主党前職の小沢栄人に再び敗北したが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し、初出馬から12年目で初当選を飾った。 2005年に初当選した自民党内の保守系議員で結成された伝統と創造の会では事務局長に就任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙に自民党公認で山梨一区から出馬したが民主党前職の小沢に再び敗れ比例復活もできず落選した。2011年10月31日自民党山梨県連は 次期衆議院議員総選挙に向け、第22回参議院議員通常選挙に、山梨県選挙区から出馬し落選した宮川の子を山梨県第一区支部長に選出。これにより宮川は、次期衆院選における山梨一区での投稿に終えたが、県連内の赤池支持派が宮川の擁立に反発した。2012年9月7日、 第23回参議院議員通常選挙における比例区の立候補者に内定した。2013年7月の第23回参議院議員通常選挙において、日蓮州全国選修学校各種学校総連合会の支援を受け、20万票余りを獲得し、党内8位の得票数で当選。6年ぶりに国政に復帰した。2014年9月4日、 第2次、安倍改造内閣で、文部科学大臣政務官に任命され、第3次、安倍内閣まで務めた。2016年9月より、参議院文教科学委員長。2017年8月、自民党文部科学部会長。2019年7月21日投票の第25回参議院、議員通常選挙において、自由民主党公認で、比例区から立候補し、 個人名票13万1727票を獲得し、改選数50の50番目の当選者となり、かろうじて再選を果たした。文部科学省が、前川喜平の授業内容を報告するよう名古屋市、教育委員会に求める前に、文科省に紹介したのは、自民党文部科学部会長代理の池田義隆、衆院議員で、 司教委への質問項目の添削もしていたことが取材で明らかになった。部会長を務める赤池が文科省に紹介していたことも判明した。赤池は2月17日に文部科学省の藤原官房長に法令違反をした人が教団に立てるのかと事実確認を求めるショートメールを送ったことを認めた上で法令違反をした人が公立中学の教団に立つことは 問題がないのか確認するためだったと説明している。文部省も歴任した森吉郎はこの前、前川喜平前文部科学事務次官の講演について自民党の文科部会長が文科省を通じて教育委員会を調べたことがあったよね。役人に流行って良いことと悪いことがある。与党の政治家がそんなことも知らずに役人にやらせるからマスコミに叩かれるんですよ。 と述べている。2013年7月8日、連合参加の労働組合である、全日本会員組合から50万円の寄付を受け取った。ありがとうございます。